取引先ではこの従業員の工場さんに頑張ってもらってるんですけども、今回特別にですね、従業員の家庭構成を見せていただけることがあったんで、それをちょっと、ご紹介していこうかなと思います。なので、これまだ見てもらうと、もう本当に、ザ工場みたいな感じなんですけども、まあ、ちょっとその工程をちょっとご紹介していきたいなと思います。まあ、これはちょっと皆さんのデータ、アイデアにつながればなと思うんで、ぜひぜひご紹介できればなと思います。では、始めましょう。早速見ていきたいなと思います。これちょっと見てもらうとですね、これモジュールの表面にその GOB って加工されてる、コーティング化されてるんですけども、今はこれコーティング剤を下に塗ってる状態ですね。わかるかな、なんかこのペンこれですね、これがこっちに来てですね、でこの上に LED のモジュールがあって、これをポーンと乗せますね。これがですね、こっちでですね、ちょっとこう乾燥させられるというか、こっちで乾燥させられていくっていうのが、この GOB のモジュールの作る工程になります。いやー、こうやって作ってるんですね。なんかちょっと感動ですね。普段やっぱ完成品しか見ないので、やっぱりこう出来上がったものでしかちょっと見ないんですけども、やっぱりこう、加工してるっていうところを見ると、やっぱりこう、ものづくりをしてるんだなーっていう気持ちになりますね。で、こういうふうな形で出来上がったものが、次の工程に進んでいて、さらに乾燥させて乾かされて、GOB の表面みたいな感じになる。で、この後にちょっとどういうふうに完成させられたのかっていうのは、後ほどご紹介していきたいなと思うんですけども、こういう機械を使って GOB の加工をしているっていうのが、この GOB 加工の面白いところになります。いやー、すごいですね。多分、日本で初めてじゃないかな、こういうふうに GOB の家庭工程っていうか、GOB のその工程を見させていただいたのは、いやー、おじさんちょっと感動です、本当。はい、ありがとうございます。そんな感じです。はい、皆さんの参考になればなと思います。ありがとうございます。